皆さん、こんにちは。アナウンサーという仕事は高収入の仕事の一つとして知られています。テレビでアナウンサーが自分の年収を公開することがありますよね。その金額の多さに驚く方も多いのではないでしょうか。一般的にフリーアナウンサーの方が年収が高いイメージですが、キー局のアナウンサーもかなりの額の給料をもらっているんです。今回はキー局の人気女子アナたちの年収ランキングを作ってみました。今回はキー局に在籍している人気女子アナをターゲットとしているため、フリーの女子アナはランキングから外しています。局別の平均年収を見ると、フジテレビ、日テレ、TBS の3社がトップクラスに高いので、そこを考慮に入れています。また情報番組を務めている女子アナを優先的に高くしています。その他に番組出演数、出演時間なども踏まえ、独自のランキングを作成しました。そのため多少のズレはありますが、楽しんで予想していただけたらと思います。それでは人気局アナの年収ランキングを見ていきましょう。テレビ局によって年収は様々ですが、今回ランクインした方々は確実に平均年収の800万円は超えてると考えていいと思います。10位はフジテレビアナウンサーの鈴木優衣アナです。2016年にフジテレビに入社し、現在は目覚ましテレビのエンタメキャスターやポップアップの木金曜コーナーを担当しています。鈴木アナは総合司会者などの大役を務めてはいませんが、出演数や出演時間の多さはフジテレビの女子アナの中でトップクラスになっています。これらの点を踏まえて10位とさせていただきました。9位にランクインしたのは日本テレビアナウンサーの岩本のアナです。2014年に日本テレビに入社し、これまでスッキリや火曜サプライズなどニュースバラエティ問わず出演してきました。現在はレギュラーでニュースゼロのキャスターとキューピー3分クッキングのアシスタントを務めています。岩本アナも MC 級ではないものの、出演数としては上位にいるため9位にしました。8位は TBS アナウンサーの田村真子アナです。家族に衆議院議員がいるエリート家系出身です。田村アナは2018年に TBS に入社、これまで早どきや昼帯などに出演してきました。最近では2021年から午前の情報バラエティ番組ラビットの MC を務めています。平日帯の情報番組の MC を担当していることからランクインしました。今年になって初めて好きな女性アナウンサーランキングにランクインし、8位という高順位を獲得しました。今後の活躍が期待される若手アナです。7位は日本テレビの岩田絵里奈アナです。2018年に入社し、これまで週1やオードリーの NFL クラブに出演してきました。現在は朝の情報番組スッキリのサブ司会を務めています。またレギュラーで世界丸見え、テレビ特捜部、沸騰ワード10の進行も担当しています。岩田アナがランクインした理由に、人気番組であるスッキリでサブ司会という大役を務めていることが挙げられます。それに加えて出演数や出演時間も日テレ女子アナ内でトップクラスです。かなり日テレが推している女子アナだと思いますので、ここからさらに年収が上がると予想されます。6位は TBS の日比真央子アナです。2016年に TBS に入社、バラエティや情報番組など様々な番組に出演しています。日比アナがランクインした理由は圧倒的出演時間の長さにあります。2022年の出演時間は驚異の700時間超えで、男女含めてもトップとなっています。それゆえに非常に多忙を極めています。 N スタではキャスター、天気予報、ロケリポートを担当していたり、カウントダウン TV では中継リポーター、昼帯ではアシスタントを務めています。さらに王様のブランチでは新作映画の紹介を担当するなど、まさに多岐にわたって活動している状態です。総合司会などにはなっていませんが、表に見える活動ではナンバーワンクラスだと思われます。5位はテレビ朝日アナウンサーの斉藤千春アナです。斉藤アナは乃木坂46に所属していたアイドル系アナウンサー、2011年から2018年まで乃木坂で活動し、2019年にテレビ朝日へ入社しました。入社後は羽鳥慎一モーニングショーやカンジャムのアシスタントを務めました。斉藤アナがランクインした理由は、朝の情報番組グッドモーニングの MC を現在務めていることです。また林修の今知りたいでしょや
何これ珍百景などバラエティ番組の進行もレギュラーで務めています。若手ながらすでに看板アナウンサー級の活躍をされています。4位はフジテレビの井上聖華アナです。井上アナは2018年にフジテレビに入社。これまでに目覚ましテレビでリポーター、フィーチャーズのナレーターを務めました。現在は目覚ましテレビの総合司会とほんまでっか TV の進行を担当しています。井上アナがランクインした理由は目覚ましテレビの看板番組の MC を担当していることが大きいです。フジテレビの朝の看板番組を担当しているので大きく期待されていると考えられます。また出演数や出演時間もフジテレビの女子アナの中でトップクラスであるのも理由の一つになります。現在入社5年目ですが、まだまだ伸びしろのある女子アナですので注目ですね。いよいよトップ3の発表に入ります。3位にランクインしたのはフジテレビの長島由美アナです。長島さんは2014年にフジテレビに入社し、サッカーなどのスポーツ番組を中心に出演してきました。また目覚ましテレビの MC を務めた経験もあります。現在は目覚まし8の総合司会やジャンクスポーツの進行、FNS 歌謡祭の総合司会を務めています。長島アナが選ばれた理由は朝の情報番組の MC を担当していることと大きな番組の司会進行も務めていることにあります。中堅のポジションにありながら重要な番組に出演していることを考え3位としました。2位にランクインしたのは TBS の江藤愛アナです。2009年に TBS に入社しました。同期入社に現在フリーで活動中の田中みな実さんがいます。入社後は花丸マーケットやニュース探求ラジオディグに出演しました。江藤アナがランクインした理由は看板番組に多く出演しているからです。現在昼帯の総合司会ザタイムの木曜日進行キャスターと金曜司会カウントダウン TV の進行を並行して務めています。またバナナマンのせっかくグルメではナレーションも担当しています。看板アナウンサーとして活躍されているため年収も高いのではないかと予想されます。ちなみにカウントダウン TV では時給900円のアルバイトという設定として出演されています。キャラクター設定の一つなのでネタだとは思いますが、栄えある第1位にランクインしたのは日本テレビの三浦あさみアナです。三浦アナは2010年に日本テレビに入社し、2011年からヒルナンデスのアシスタントに選ばれました。アナウンサーながらユニークなキャラクターからミトちゃんの愛称で人気を集めます。それに加えて安定したアナウンス力も持っていて実力も兼ね備えています。ヒルナンデスを人気番組に押し上げた立役者でもありますね。現在はジップの総合司会や有吉ゼミのアシスタントを務めています。また他の番組にも単発で出演する機会も多く第一線で活躍されています。日テレ内でトップクラスの活躍をされていることから1位に選びました。また他メディアの年収ランキングでも三浦アナは局アナで唯一ランクインされています。そのため三浦アナが局アナの中で一番年収が高いのは間違いないのではと思います。今回はキー局の人気女子アナたちの年収ランキングを紹介しました。人気度や出演している番組などで順位をつけているので実際の年収とは異なるかとは思います。ですが今回紹介した方々は人気番組で活躍されている方ばかりです。もしかしたら想像以上に高い給料をもらっているかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録や高評価もぜひお願いいたします。それではまた。